ポイ捨てとか人んちで U ターンとか、最近問題のコンビニワープとか、やったことないしやろうとも思わないから、そういうの気軽にする人の神経はわからない。実家が繁華街で商店やってて、駐車場を借りてるんだけど、訳ありで、無償で管理人やってる。10台以上のスペースあって、場所柄時間制は多いけど、月決めは少ないから、かなり需要があるしなくなると困る。バーもロックも支払い機もカメラもないから、貸主は、借りてる方が自分で何とかしてって感じ。無断駐車は絶えないけど、ほとんどの人は数時間だから見逃してる。でも、ごく稀に常習化する人がいる。夕方から翌日昼まで、ホスト、多分酒が抜けるまで店で寝てるが、毎日2台とか。完全に店単位で目つけられてる。昼間は会社員、夜間は飲食店の客用だから、昼間やられるとすごく困るんだよね。ホストが2人して、のんきに帰ろうとしてるとこに、運よくバッティングして。1人は、ドアに手をかけてたから観念した。けど、もう1人は自分のじゃない、ただの同乗者だと言い張るのでどうにもならなかった。3日連続でやられたから、1日1万で3万、と言ったら、文句も言わず、ポンと払って帰っていった。勤め先も聞いた。レッカーしろとか言う人いるかもだけど、レッカーは自腹だし、経験上、警察は全く役に立たない。車に故意に傷つけたら、こちらが悪くなるし、剥がれにくすぎる張り紙とかもね。一応、1万の違反金については、看板に書いてあった。高すぎる違反金は、看板に書いてあっても、取るのは違法みたいなの、聞いたことあるけど、1万が高いと思わないし知らんがな。すごいなぁと思ったのは数年前。昼間正規で借りてる会社員の同僚の女性、挨拶する程度の仲らしいが、どこで聞いたのか数日勝手に止めてたことがあった。その時もバッティングできて違反金のこと話したら、泣きながら今お金ありません明日払いますと言って逃げてったんだけど、翌日、上司を2人連れてきて、上司に反省してるので今回は見逃してやってくれませんか。数日くらいいいじゃないですかと言われた。女性は勝利を確信してたのか、すごい堂々としてたのが本当謎。上司も謎。女と不倫でもしてんのかと思った。そんなに言うなら上司さん2人であれにして、この人の違反金払ってくださいって言ったら、上司たちしどろもどろになりながら押し付け合い、結局女性が払った。昨日お水のアジア人が勝手に止めてって注意したら、30分しか止めてない。ってファビュられたので厄払い。隣の30分200円の駐車場がガラ空きなんだから、30分以上止めてたのこっちは分かりきってんだよ。